プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミク。はい、じゃあ今日もプロセカで遊んでいこうと思うんですけど、今日も新曲が追加されております。こちらです。背景ドッペルゲンガー。僕ね、知らないんだよな、背景ドッペルゲンガー。ケムさんなんだ。そう、ケムさんなんだって。で、バーチャルシンガーがグミ。グミの曲さ、あんままだ入ってないよね。ちらほらあるかなぐらいだと思うんだけど、まあもうレベルも何も知らない状況ですよ今。楽しみだわ。背景、背景、あった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 。めっちゃかっこいいじゃん。これ多分難しいわきっと。はるかちゃん、そしてはるかちゃんのお母さん、お父さん、あ、本日もおめでとうございます。はるかちゃんおめでとうございます。そう、今日はあのはるかちゃんの誕生日なんだって。バースデーライブもやってるみたいで。むずそう、曲だけ聞くと。このさ、ドッペルゲンガーのそのロゴのとこにあるこれは手裏剣かな、ちゃうかな。その歌に、歌っていうか曲自体に聞き惚れるのもそうだけど、やっぱ譜面をね、頑張って叩きます。結構へ、かっこいい。これさ、他の音ゲーとかにも入ってる？もしかして。いや、まあやったことはないんだけど、なんか他の音ゲーとかにも入ってそうだなって なんとなく思っちゃった。まあ、多分ね、音がすごい多いっていうか、豊富だからそう思うんだろうな、きっと。かっこいい。待って、このパートたまらん。すげえかっこいい。盛り上がった。あ、サビめっちゃいいじゃん。すげえかっこいい。これさ、実際にさ、ライブとかで演奏して歌ったりとかしたらもう最高じゃない？誰かやってる人いるんだろうな。これドラムでやったらすげえむずそう。リズム変わった。てんてけてんて、すげえ、めっちゃかっこいい。てんてけてんてんてけてんて、かっこいい。やべ、ビビバスでも聴きてちょっと見たかたかた見たかたかた。あ、もう叩いてて楽しい。あー、なに、それは聞いてない。うわー、なんだそのギターソロ。いや、これマスター絶対むずいだろ。かっこいい。今のさ、こうさ、音が少なくなって歌だけ歌ってるところ、そういうのかっこいいよね。よし、クリアか。まだいそう。落ちて。むずっ。あのね、乗ってる感じ、あの、てってけでてってけで、そこのね、叩いてるのはすごい楽しい。いやー、これはむずいぞマスター、絶対楽しいね。うわ、ミス参加、くそー。いや、悔しい。ちょっと音量上げよう。もうちょっとしっかり聞きたい。さあ、レベルはいくつでしょうか。 32? 見なかったことにしよう。それはもうライフもりもりでやるしかないな。まあちょっと難しそうだったもんね、すでに音的に。クリアします。うわ、音量上げたら最高。この曲ね、大音量で聴きたい曲だわ。もう皆さんもぜひ。
むずむず、あのね、難しい、あのめちゃくちゃ難しい、あの長い譜面と長いノーツと短いノーツが混ざってるのが本当にむずい。いわゆる認識なんてやつ、認識しづらいというか、ここ絶対回復ポイント、嘘です、危ね、いやいや、絶対さっきの回復ポイントだったわ、やばい、死ぬ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 、あぶね、いやー、腕いて腕いて、うわー、ちょっともう一回やらせてもらってもいいですか。ちょっと反省点がありまして、シャンシャンがちょっとまず多分聞いてて綺麗じゃなかっただろうなっていうお詫び、まずあとはクリアしたい。やべ、今んとこやば、いやー、油断すな、やばすぎ、やばこの曲、腕いて、マジむず、楽しい時間ってあっという間だ、いやむずひたすらにむずい、いやでもあのね、叩けるようになりたいね、これはもっと練習します、上手くなりたいです。